こんにちは、みです。本日はですね、先ほど村子さんがツイッターでご紹介していました、星を紡ぐ精霊イベントと、まあ、あとマジック・ザ・ギャザリングのね本も見ていくんですけども、こちらの情報を見ていこうと思います。まあ、昨日ねちょっとフィリスっぽい性能のやついるなみたいなこと言ったんですけど、精霊もね来るということで、能力調整が行われる星7モンスターのね画像が出ているので、こちらを見ていこうと思います。まずロザリンですけども、こちらはですね冬つきましたね。で、7項目強化がもともと4つだったのが、7強プラスが3つになったことで、2つ分増えておりますね。で、無効貫通と火のたこ焼き2つは変わらずですが、まあ、これだけでもかなり倍率変わってね、ぐんと火力が出るようになっております。で、属性に関しても3属性になって、3属性目にね火属性入っておりますので、で、ステータスもアップしているので火力としてはねかなり出ると思います。はい。で、スキルに関してですが、まあ、スキルはね、多分変わってないかな。中身自体は変わってないんですけども、しっかりとエンハンスと、あと、火もね、生成してくれるので、まあ、ロック解除はないんですけども、まあ、安定的に火の供給はできるかなという感じですね。はい。そしてリーダースキルなんですけども、火属性の攻撃力が20倍。9コンボ以上でダメージを激減。火の2コンボ以上で3コンボ加算固定500万ダメージですね。はい、もともとですね、はい、70% 軽減からね、激減に変わっているので、かなり耐久値上がっているかなと思います。で、まあ私がね、気になるところで言えば、やっぱりこういう精霊のサイレンはね、3段階変身で、結構ね、変身までのターンが長かったり、あとまあ1段階目覚醒がなかったりね、してるので、まあそこのね、調整がどうなるか次第ではあるとは思うんですけど、まあこれだけ見るとかなり強いですね。はい、そしてちょっとね、行き来しちゃうんですけど、今日発表されたマジック・ザ・ギャザリングのキャラ、ミシュラに関してなんですが、こちらがね、ロザリンと相性がいいということで、こちらも一緒に見ていきましょう。変身キャラですね、星7です。バインドスキル2つと封印になっておりまして、25ターン変身の2ターンヘイスと3ターンエンハンスかな、はい、で変身になります。で、変身後バインド封印、チーム HP 強化が1つ、たこ焼きが2つ、7強プラスが3つと無効貫通ですね。まあ、覚醒だけ見てもかなりロザリン寄りなね、性能になってるかなと思います。で、こちらも変身後3属性でしっかりと火力出ていくようになってますね。で、スキル1ターンの間自分のダメージ上限値が45億になる、自分の攻撃力が5倍、スピードロップを火に変化ということで、で、こちらも火生成しながら、上限値45億と自分の攻撃力5倍があるので、まあ、ロザリンがね、まあ、ちょっとね、リーダースキル倍率が低めなんですけど、まあ、自身のエンハによってしっかりとこのミシュラがね、火力枠としての働いてくれるかなと思います。はい。で、リーダースキル、火の2コンボ以上で攻撃力が7倍、3コンボ加算、火属性の全パラが 4.4倍。はい。まあ、こちら軽減とかないんですけど、それの分はロザリンが補ってくれて、かなり相性いいと思いますので、これをね、ぜひ一緒に使いたい性能ですね。はい。ちなみに、ミシュラの武器ですが、武器は、スキブマイナスが1つと7強2つ、で、チーム HP 強化が1つ。で、スキル2ターンの間、全員の攻撃力が3倍、2ターンの間、ダブル吸収無効ということで、スキルも使いやすいですね。まあ、スキブマイナスがね、気になるところではありますが、まあ、スキブがしっかりと、漏れるパーティーであれば、火力盛りとしてね、火力盛り武器としてかなりいいかなと思います。はい、続きまして、ナッツル見ていきましょう。はい、ナッツルもですね、冬持ちになりました。で、元々のね、回復強化6個がギュッとなって3つに凝縮されて、超コンボ2つで、無効貫通が1つ増えたのかな、はい、と思います。で、こちらも3属性目に水が追加されて火力かなり上がるかなと思います。で、スキルに関しては、変わっておりません。一旦の間チーム内の回復ドロップ強化の覚醒数に応じて攻撃力が上昇ランダムで、水と回復ドロップを4個ずつ生成ということで、で、リーダースキルなんですが、水を6個以上つなげてゲストダメージを軽減、攻撃力が22倍、3コンボ加算固定300万ダメージ、水属性の HP が 3.3 倍、変わったとこで言うと、
HP3.3 倍ですね。3倍が元かなと思うんですが、3.3 倍に上がっていることで、かなり耐久値上がってるかなと思います。で、こちらもですね、マジック・ザ・ギャザリングにいい感じのキャラがいるので、見ていこうと思います。はい、こちらですね、昨日ご紹介したウルザというキャラなんですけども、変身後、こんな感じのキャラですね。ご紹介した通り、無効貫通が6つ持ちのキャラです。回復覚醒は持ってないんですけども、3属性でしっかりと火力が出て、ルーレットあるので、で操作時間も伸ばしてくれるので、76でも組みやすいですね。で、リーダースキルも水を6個以上つなげて消すとダメージを激減、攻撃力が28倍、4コンボ加算となっております。水のね、無効貫通パって感じになると思います。ナトゥルと合わせてね。水6個以上なんで、覚醒的に無効貫通、一旦ルーレット、利用して組んでいく形になるかなと思います。はい。HP 倍率だったり固定がないですが、そこをね、ナトゥルが補ってくれるので、かなり相性いいかなと思います。はい。そして、フィリスですね。フィリスに関してですが、こちらも冬持ちになりました。冬が入った分、追加攻撃の覚醒がなくなっているんですが、リーダースキルに固定が追加されております。はい。で、属性に関しては、これも三属性目に光が入っておりまして、スキルは一旦の間、チーム内の十字消し攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇。火ドロップを光に、水ドロップを回復に変化ですね。はい。で、リーダースキルが光属性の HP2 倍、8コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が20倍、固定50万ダメージ、光の午後十字消しに1個につき3コンボ加算ですね。さっき言った通り固定が追加された形になります。はい、これかなりでかいですね。フィリス、フィリスに関しては他のキャラと違ってちょっとね、組みにくい、リーダースキルがね使いづらいっていうところが十字組まなきゃいけないのであるんですけど、上級者の方にはかなり強いリーダースキルだと思います。ここもね、噛み合うキャラがいるのでご紹介していきましょう。はい、こちらのエルズペスティレルですね。昨日ご紹介したキャラになります。はい、変身後で、十字4つ持ちの冬持ちキャラになっております。3属性とも光なので、かなり火力もりもりですね。で、スキルはルーレットと操作時間と回復力延波ということで、こちらも十字組むの大変ですけど、操作時間伸ばしてくれるので、かなり組みやすくなっているかなと思います。で、リーダースキルは火属性の全パラが 2.2 倍、8コンボ以上でダメージを半減、攻撃力が14倍、光の5個消し1個につき1コンボ加算ですね。かなり、相性いいですね。はい、そして最後、精霊最後はミリアンになります。こちらのキャラね、持ってる人は相当少ないそうですけども、こちらもね、冬がついておりまして、ウェイがね、2つだったのが4つになってますね。ウェイプラスになったという形です。はい。で、属性は3属性とも金になっておりまして、スキルが一旦の間、チーム内の2体攻撃の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、光を気ドロップに変化になっております。で、リーダースキルですが、木属性の HP が2倍、9コンボ以上でダメージが半減、攻撃力が20倍、木の4つ消し、1個につき1コンボ加算、固定100万ダメージ。こちらはですね、HP1.8 倍から2倍、そして攻撃力も18倍から20倍に変わっております。フィリスと同じく4つ消しというか1個消すごとに加算なんですけど、こっちはね、ウェイなんでかなり組みやすいかなと思います。で、HP2 倍半減ですね。で、こちらも相性いいキャラご紹介していきましょう。はい、こちらのレント7番かな。はい。こちら今日発表された、キャラなのでしっかりと見ていこうと思います。星7のキャラです。変身前がバインドスキル2つ封印で25ターン変身、2ターンヘイストの全ドロップを起動、回復に変化で変身になります。はい、変身後こちらですね、3属性とも木でバインド封印、指が1秒分、超コンボが4つとウェイプラスが2つ、火力覚醒かなり多いのでしっかりねカンストしていけるかなと思います。ちょっと冬は持ってないんですが、で、スキル、一旦の間ダメージを無効貫通、ドロップの6個解除し、木を8個、回復を4個生成ですね。強いなぁ。無効貫通はね、組まずにこうやってスキルで、対応していく形になりまして、ロック解除もついているので、そこをね、弱点も補ってくれてますね。で、リーダースキルなんですけど、キー回復の同時攻撃でダメージを半減、攻撃力が13倍、3コンボ加算、木属性の全パラが 2.2 倍、回復がね、必要にはなってくるんですけど、
まあ、自身でね回復生成できるできますし、まあ、76マスということもあって難しくはないかなと思います。レン2体とかね入れても強いかなと思います。で次のね月曜日からかな多分、マジック・ザ・ギャザリングが始まりますということで、まあ、精霊持ってたら使いたいですし、マジック・ザ・ギャザリングに関しては、まあ、結構ね久々の復刻なのでガチャ引く人多いかなと思うんですけど、ガチャ引いてねこの辺のキャラ使いたいですね。はい、ということでこんな感じなんですが、今日発表されたマジック・ザ・ギャザリングの情報の中に黒メダル交換可能のキャラもいるので、こちらね紹介して終わりたいと思います。プレミアムカードブラックロータスがモンスター交換所に登場。イベントメダル黒を5枚で交換可能となっております。見ていきましょう。覚醒スキム2つですね。で、ステータス HP 攻撃回復ともに1になってます。種属性闇のみで、スキルが HP が1になる、自分以外の味方スキルが3ターン貯まる、3ターンの間5属性ルーレットを3つ生成。アシスト性能として、まあ、無課金性能としてはかなりいいんじゃないかなと思います。実質スキブ5ですね。まあ、HP1 になるっていうのがあるので、まあ、そこの対策とかね、まあ、あとステータスも含めて対策はしなきゃいけないかなと思いますが、まあ、無課金で持っておけるスキルと覚醒にしてはかなり強い部類かなと思います。まあ、黒メタルね5枚消費ということで、まあ、来月もね指針のドラゴンとか出てきたりして交換にメダル使うことあるかなと思うので、まあ、そこはちょっと自分のボックスと要相談にはなるかなと思うんですけど、はい、個人的にはね結構いい性能かなと思っております。はい、ということで本日は以上です。チャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いします。それではさよなら。Chanel